ちょっと冒頭だけ、はい、はい、今から総務省の担当の方にお越しいただいていまして、前に反対側に座っていらっしゃいます、NHK の令和、来年度ですね、令和6年度の収支予算などのポイントについてちょっと、レクチャーを受けますので、ぜひ国民の皆さんもこれをご覧いただいて、いろいろと勉強していただきたいと思います。じゃあすいません、総務省の方、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、総務省でございます。はい、NHK の令和6年度、来年度の収支予算とのご意見につきまして、ご説明申し上げます。はい、資料をお手元ご覧いただければと思います。はい、ありがとうございます。この1ページ目でございますけど、まず一番の一般勘定というところで、表の方を載せております。はいはい、でこの表の、グレーで編みかけをした6年度予算の部分をご覧いただければと思いますけれども、はい、まず事業収入につきましては6021億円。事業支出の方は6591億円ということで、その差分、事業収支差金につきましては、570億円の赤字という予算になってございます。で、このその赤字につきましては、昨年の10月に受信料の方を約1割ですね、値下げを実施しておりまして、まあ、この受信料を、まあ、維持をするということで、不足が生じるということでございます。で、この不足分につきましては、還元目的積立金というですね、2年前の放送法の改正で導入されました新しい制度、こちらのお金、まあ、いわゆるその一般企業でいうところの内部留保のお金を使ってですね、補填して視聴者様に還元をいただくというところでございます。でその下の括弧1番受信料収入の状況でございます、はい、先ほど申しました通り、昨年10月の受信料の約1割の値下げによりまして、429億円の減ということで、5810億円の収入を見込んでいるというところでございます。下のところに棒グラフ載せておりますけれども、ピークが平成30年の7122億円で、まあ、その後ですね、テレビ離れですとか、あるいはコロナの影響、それからまあ直近でいうとその受信料値下げの影響ということで、はい、減っていっているというような状況でございます。最大が7122億あったのが、はい、これがもう1300億ぐらいの、まあ、収入が減ってると、たった6年ぐらいの間にですよね。はい、ということですね。はい、6、7年の間。はい、わかりました。はい、でこのページの一番下に受信契約数等の表を載せてございます。はい、まず丸一番の受信契約対象数というのが、まあ、テレビを保有しているであろうということで、その方々が本来であれば契約締結義務を負うという方々になります。でそのうち丸二番が実際にその契約をされている数で、丸三番の支払い数、実際にそのうち支払いをされている数ということです。で一番最後の丸四の支払い率という数字がございまして、これは実際に支払われている方を分4にとりまして、分5が対象数、この数字がちょっと減少ということで 78% という見込みです。支払いする人、拒否者が 1%、 79から78に減るっていうか、まあ支払いする、拒否する人が増えると、はい、支払い率が下がると、こういう見込みになっている。本来であればこの数字 100% が望ましいわけですけれども、そうですね、はい、78の見込みということです。はいはい、で次のページから各個別の業務についての予算でございます。まず括弧2の国際放送でございますけれども、まず来年度パリオリンピック・パラリンピックの中継がございますので、こちら、それからあと、まあ、財政が厳しい中でもですね、コンテンツには力を入れていくということで、ここはですね51億円の増の予算というふうになっております。でその下の括弧3国際放送でございますが、ここは効率化を図りまして4億円の減、200億円ということでございます。過去4番のインターネット活用業務の関係、これ今 NHK さん民意の業務ということで、うん、NHK プラスなどのサービスを実施されておりますけれども、うん、今通常国会に、放送法の改正案を提出させていただきたいというふうに思っておりまして、インターネット活用業務も必須業務に格上げをするということで考えております。でその法案を国会においてお認めいただいたという前提ではございますけれども、必須業務化対応ということで、まあ、システムの拡充等のためにですね、15億円を新たに積んでいるということになります。で一番下は各国の営業経費の部分です。巡回型営業、訪問営業は従来型のものというのは終了するというところでですね、ここは62億円の減、逆に62億円しか減らないんですね。結構な、はい、あまり
そうですね、ここがちょっとこう高止まりしてるんじゃないかっていう。そうですね、いわゆる訪問、これですね、賃貸型訪問営業っていうのは、いわゆるピンポン鳴らした NHK ですっていうのを、はい、まあ、令和、ね、昨年5年度の途中ですよね、ちょうど半分の9月で終わっていて、はい、で、今年はもう一切、いわゆる、まあ、今年というか、令和6年度は一切行わないと。でその差額が62億円ということは、まあ、単純に倍ですよね、これの。いわゆる前年度は半分だけ訪問がなくて、はい、で今年度は、まあ、次年度は、まあ、前年度とか 前年度は62億なので、まあ、ざっくり、まあまあ、単純計算すると120億ぐらいはちょっと減るのかなって感じはしますけども。ですね、はい、2種類ありまして、はい、まあ、法人に委託している分っていうのは、はい、昨年の9月で終了しましたね、はい、であと地域スタッフ、まあ、法人委託の部分ですね、はい、こちらにつきましては、この3月に終了予定ということで、はい、あ、そうなんですか、はい、ございます、はいはい、分かりました。まあ、かなり62億円、約 10% ぐらいは営業経費として減るということですね、はい、ただ、まあ、62億円ということは NHK 全体の予算がざっくり6000億とすると 1% ぐらいしか減らないということですよね。計算になります、はい、了解です、はい、で次の3ページ目でございますけれども、これ内部留保、いわゆる内部留保の関係でございます。いろいろすいません、ごちゃごちゃ書いておりますけれども、従来ですね、この1ポツ目にあります通り、財政安定のための繰越金という名前でですね、2618億円、4年度末にございました。で、これはこの法律が施行されまして、還元目的積立金にですね、1920億円の繰り入れを行っております。で、3ポツ目に書いてございますけれども、先ほど申し上げた通り、この積立金からですね、570億円を受信料値下げ、まあ、値下げした受信料額っていうのを維持するというところに使っていくというところでございます。で表で3段に分かれておりますけれども、まあ、一番下のですね、視聴者の将来負担の軽減につながる先行指数等というところをご覧いただければと思います。ですね、これ5年度のところに700億円とかですね、6年度増減額のところに3角11億円という数字が立ってございますけれども、これ何に使うかと申し上げますと、例えばその民放さんと協力して地方のですね、地上波の中継局の維持、まあ、これを共同で管理運営をしていこうというところで、これも昨年の法改正によりお認めいただいた部分になりますけれども、そういったところに700億円3年間来年度からの3年間で使っていくと。でそのうち、来年度については11億円を使うというそういうことでございます。で一番下のですね、有料インターネット活用業務勘定のところです。NHK オンデマンド等の有料サービスにつきまして別勘定で管理されております。でこの表の下の、中のところをご覧いただければと思いますけれども、繰越欠損金3角 7.1 億円は令和5年度中に解消見込みということです。でこれまで NHK オンデマンドのこの勘定は、ずっと累積赤字があったんですけれども、これ今年度中に解消する見込みです。ですので来年度はそれが解消されて初めて の年度ということになりまして、ちょっと表の中を見ていただくと支出のところがですね、プラス21億円ということで、ちょっとグッと上げるような計画になってございます。これどういうことをやるかっていうと、配信サイトのですね、機能改善等をやりたいということでございます。プラス21、プラス24ですよね。すいません、ここは端数処理の関係で、はい、はいはい、なっております。はい、以上がですね、はい、予算の主なポイントでございます、はい、続きまして、はい、これでホームライスの経費を移して、はい、国会に提出するということになっております、はい。そのポイントについて、はい、ここで総務大臣が、はい、この予算は通しませんと言えば NHK が潰れるんですよね。簡単にもそういうことですよね。まあはい、予算がお認めいただけなければ、ね、国会に認める前に総務大臣が拒否すれば OK ですから、いわゆる意見書でね、もう NHK 潰すべきだっていう意見書をつければ、いやだから僕は総務大臣になるって言ったらそういうことなんですね。はい、はいはい、どうぞ、はい。まず過去1番ですけれども、先ほど来申し上げている部分です。570億円の赤字については積立金を利用して消費者の還元を行う。この点はまあ評価できるだろうというところです。で過去2番につきましては、そうは言ってもですね、やはりその公共放送を担う事業体でございますので、必要な事業規模について普段の見直しを行って、事業経費の一層の合理化効率化に取り組む。
そして先ほど支払い率が8割切っているという話申し上げましたけれども、はい、受信料の適正かつ公正な負担の徹底に向けた取り組みを着実に進めるということを申し述べた部分です。ここはでももう何十年と同じことを言い続けてるんですが、これは総務大臣って頭悪いんですよね。これ同じことを何十年も言い続けて、はい、それで国民を騙してるってことでしょう。受信料の適正かつ公平な負担の徹底に向けた取り組みを着実に進めることが求められるっていうのは当たり前のことをね、はい、当たり前のこと、当たり前のことですよね、はい、だから受信料の適正かつ公平な負担の徹底なんていうのは、はい、テレビを買うときに全員契約しないとテレビ売りませんでいいんじゃない。例えばですよ、例えばですね、うん、はい、例えばですよね、で今 78% の支払い率も 22% の人に対して全員裁判をすればいいわけですよね。だからそういう、まあ、もちろんスクランブルするっていう3つの方法があるにもかかわらず、毎年毎年同じことを言っている総務大臣っていうのは、まあまあそだからおかしいんだと思うんですけどね、まあ、総務大臣の意見ですよねこれね。だから同じことを何十年も言い続けてるっていうことだけ皆さんに知っておいてもらいたいと思ったんで、はい、わかりました。先ほどの3つの提案もですね、私国会で、はい、総務委員会で総務大臣にいただいております。だから知らないわけがなくて聞いてない、聞く耳持たんということなんでしょうからね。はい、一応ですね、制度的な改善は一応図っているつもりでございまして、割増、例えば割増金の制度、ちょっとこれは概要なので書いてませんが、後ろめくっていただいてですね、すみません、一番下に3ページって書いてあるところございまして、はい、そこの真ん中のところに5番という項目がありまして、はい、支払い率向上のため、民事手続き及び割増金制度の適切な活用を含め、より一層の取り組みを進めることと、まあ、こういった記述は新たに、そうですね、だから監修率が低いと役職員の給料を減額するみたいなことをされないといつまでたっても同じだと思うんですよね。やっぱりその予算だってこれ 78% の支払い率で予算を組むこと自体が、これ先ほど総務省の担当方もおっしゃった通りね、予算は 100% で組むべきなんじゃないですか。 100% で予算を組んだ結果 78% しか収納できましたで決算で調整するべきであってね、始める前から 78% で予算を組むなんていうのは、例えば法人税にしてもその市民税とか、まあ、いわゆる住民税の類でもそんな予算の組み方しないわけですよね。だからそれを総務大臣がまあ認めていて、まあ、今後国会でも我々少数政党なんで、まあ、承認されないっていうことをね、ちょっとまあ悲しく言うのは国民の皆さんなんで、ね、はい、一応そこは長年の問題点だってわけですね。この2番まで分かりました。問題点は、はい、同じ認識ではあります。はいはいはい、であと、カッコ3、1ページ戻っていただきまして、能登半島地震の関係について述べております。今回、まあ、NHK さんいろいろですね、避難所 の、 そのラジオの配布であったりとか、いろいろやっていただいているところはございますけれども、やはりその重要な公共インフラを提供する社としてのその使命に基づきましてですね、引き続き災害に備えていくことですとか、まあ、具体的にはその下の、河川のところでございますけど、停電対策を含め放送設備の維持復旧に取り組む、それから迅速かつ正確な報道を行う、避難所の視聴環境の整備、それからフェイクニュースですね、いわゆるその偽誤情報への注意喚起と、まあ、こういったところを指摘をさせていただいている部分です。で、次の括弧4でございますけれども、NHK の役割という部分になります。河川の部分ですけど、放送コンテンツプラットフォームとしてですね、番組の流通を支えて民間事業者との二元体制を基本とするワークに、放送全体のですね、発展に貢献していく、これことも公共放送 NHK の役割だろうということ、それから合わせまして、放送という手段に加えてネットを通じても番組というのを提供していくと、こういった役割というのを求められるということを述べているんです。ここですよね、はい、放送だけじゃなくてインターネットを通じてっていうのが求められるっていうのが総務大臣の考え方ですね。はい、わかりました。で、過去版、これはもう従来から指摘をさせている、いただいている基本的な部分です。NHK の業務と受信料とカバナンス、これはもう一体不可分だということで、常に普段の見直しをしないといけない。はい、で、過去5番、これ人材確保の関係でございます。まあ、昨今いろんな分野で受けまして人材の確保難しくなっているというところございます。特にその放送分野ではコンテンツ制作の人材というところで、まあ、賃上げとかも言われておりますけれども、適切な対価の設定等に努めると、あるいはその下請け業者様との関係について価格交渉、価格転嫁、積極的に協議相談に応じると。
というようなことを指摘をしているところでございます。それから括弧7番、あの残念ながらあの不祥事の方が NHK で続いております。そういったところを踏まえてですね、経営委員会、監査委員会、執行部、まあ、それぞれがきちんと職務を果たし、職責を果たしてですね、ガバナンスの強化とコンプライアンスを徹底、これ組織を挙げて全力で取り組んでほしいということを改めて申し上げているところになります。あの個別の項目は後ろにつけているものになりまして、はい、あと全文の方がこちらに別途ご用意しているものになりますが、はい、あの主なポイントということで申し上げると以上になります。はい、まあ例年の通りのなんか平和5年を6に、5、6に変えたような感じのものですね。申し訳ないけど。ですね、ご参考にここ の, あの2ページ以降の下線を引いているところが、令和5年度予算の大臣権とのまあ比較で新しいところというところでございますので、ご参照まあでもこれ、最終的にはやっぱり受信でも支払い率っていうのが、79から78って見込んでるんですが、はい、これ訪問やめればこんなやめてこんなにレベルで済むっていう見込みなんですかね。62億円も 10% もね、営業経費を削っておいて、はい、支払い率は 1% しか落ちないっていうのは結構そうですね、代替手段でどこまでだってこれまでね、暴力団みたいな人を使って、そのまあ反社の人を使ってね、扉叩き続けたわけですよ。で、昨日もあの叩いてたやつにちょっと飯食ってて、もう田島さんのせいで僕ら仕事なくなりましたと。もう今はだからインターネットのね、光フレッツとかをやるにしかないから、NHK の集金業務っていうか委託業務がなくなって、僕たち仕事がなくなって困ってるってクレームを受けてるぐらいさっきもちょっと職員ともあったけど、これ以上叩かないでと、俺が定年退職するまでぐらい言われてるんですけど、実際にその訪問営業されていたって方、それは昨日もそうだし、昨日2人ありました。うん、でもう本当に田島さんがやったことで、その法人がね、もう全部去年の9月末で終わって、今何してるかってやっぱり、あのやっぱあれやね、水を売って回るって言ったわ、あのウォーターサーバーの営業をしてるって言って、でもう全然 NHK の時と違って売れないからっていうような、 Nリンクスでグッドスタッフもそうだし、逆にだからその NHK の委託会社の人たちが今結構引き抜きに引き抜いてるって言って、委託会社のやつ推しが強いから、あいつらもう正義とか関係なくこれ売れって言ったら、今だから光フレッツでめちゃくちゃいい、光フレッツと水ウォーターサーバーの訪問販売でめちゃくちゃ引き抜いてるんですけどね。だからこのやっぱり我々はもう今年のテーマとしてとうとう上げてね、 78% を良しとしてるじゃないですか。これまるで 78% は悪くないんだと、79と78ね。でも78% しか払わないことによる被害者って誰なんだって考えたときに、真面目に払ってる人たちが 22% 分払わされてるわけですよね。ここについては総務省さんとしては何かお考えないんですか、その人たちのお金をね。あの、はい、うん、もちろんあのそういう問題意識を持っていて、だからこそ、この支払い率向上っていうのを向けて取り組みちゃんとやってくださいということを、だから取り組みちゃんとやってくださいっていうのはすごく抽象的でね、スクランブルしろよと。今回特にインターネットはスクランブルですよね。いわゆるアプリをダウンロードして ID カードもらう、 IP パスかななんかもらってパスワード、いわゆる見る人だけがインターネットを払うっていう、そういう方向性ですよね。あのそうですね、あの有識者会議の有識者、そうですよね、はい、だからそれが導入とともにテレビの方もちゃんと契約してる人だけが映るようにっていう新しい掛けは総務省からしてないんですか。そうですね、ちょっと今の段階ではそういう、うん、別に担当者の人を責めてるんじゃなくて、これ総務大臣とかに言ってるのってもうバカなんですよこいつらそう、だから自民党の人バカなんですよ、国民の声聞いてないから。これ皆さんが選んだ国会議員がこうやってやってるんですよ。で、あのテレビ局のこういう不手際ね、要は 78% しか取ってないのに、まるでたくさん払ってるかのように見せかけて、真面目に法律を守って払ってる人が結局
法律を守らない人たちの分まで負担させられていることすらテレビは言わないわけで、この被害がもう30年40年ってもっと続いてるのかな、続いてるから、だから今年その 22% 安くしろっていう裁判を提訴しようというのが我々の、まあ、はい、裁判でね、これができれば1000人ぐらいからスタートして、原告1000人ぐらいで東京都知事選挙の時に広く呼びかけて1万人とかもっと多くの原告団によって裁判をすると。でこれを、まあ、被告を NHK にするっていうのもそうなんですが、やっぱりその陣頭指揮取ってるのは稲葉会長なので、なぜみんなを訴えないのかと、まあ、国会にも話題にさせてもらってますけど、70万80万90万円の人もいるんですよね。お金を払わずに放置されてる受信料80万90万って異常なんですよね。で訴えられる人は8万円とか15万円とかその程度の人なんで、その誰を訴えてるのかについても非常に不鮮明というか不明瞭で、恣意的にやってるとしか思えないので、でもそれを会長個人の責任として我々としたら、その今年ちょっと大規模な裁判を提起してですね、稲葉会長個人の資産に対して、いわゆる地方自治体が、首長がですね、もうめっちゃ簡単な話で、いわゆるその地方自治法には、首長なり、まあ、市なり県なりがですね、集めるべきお金を集めなかった場合には住民監査請求ができると。でそれによって適切な収入業務を、まあ、それを怠った場合には首長が責任、個人的に責任を負うという形になっているので、まあ、これはもう NHK もある意味同じような形でですね、まあ、会長がどうして不払いをしている 22% の人に対して裁判をしないのか、まあ、十分過去の判例があるわけで、そんなに難しいことでもないわけですから、まあ、それは明らかに何らかの懈怠ですよね、まあ、サボってるっていうことになるので、それぐらいしないと、でもさすがに国民の怒りって総務省とか NHK には伝わらないんだろうなと我々は考えているので、はい、まあ、ちょっと僕の方からばっかりだけど、なんかある？あとこの後別のやつの説明あるんですか、そのネットの方は。それは今日はない。あ、今日は、はい、予算だけですね。はい、はい、これはですね、あの、来年度からの中期経営計画、NHK さんの。はい、はい、はい。これ、外注費っていくら減ってるんですか？売上が62億減ったってことですよね。そうですね。あの営業経費のところ。営業経費ですね。はい。これ外注費？外注費でも外注費なくなりましたもんね。あれですかね、政策の部分の外注費ということで、あの営業経費、これですよね。営業の、だから、まあ、昔マックスの時に700億ぐらい使ってたんですよ。1日2億円ぐらい使ってたんですけど、まあ、それが今544億円まで下がったんだけども、まあ、昨年と比べて62億円減るっていうことについての、はい、この62億円の内訳がどうなのかということですね。そうですね、その地域スタッフさん個人宅の部分ですね、うん、はい、これが、マイナス68億円で、法人委託の方が、まあ、昨年9月に終わってますけど、9億円の限度というような配分内訳になっております。それ以外の経費は増えてないんですか？ですね、新しくその個人委託、新しい形で NHK 収納スタッフという名前で、これは契約取り次ぎの業務ではなくて、実際契約されている人に対してお支払いいただけるように、受信料制度の意義とかをですね、ご説明して回る方と聞いておりますけれども、はい、まあ、こちらに新たにですね、プラス22億円というような委託料ということを計画している、まあ、こういうことも聞いてます。ということは委託料自体は増えるものと減るものがあって、プラマイで62億という、そういう説明でございます。はい、もうでもそれはあれじゃないですか、弁護士法70条違反にならないんですか？委託会社にそんな滞納している受信料の回収業務させるっていうのは。回収業務ではなくて、まあ、受信料制度の意義とかを、丁寧にこう説明に回るというふうに。その場では受信料の徴収はしないんですか？すいません、ちょっとそう聞いてない。はい、我々が聞いてるところによると、はい、今までの分はいいから、これからの2ヶ月、今年今期の2ヶ月払ってくれれば切り分けるっていうことをずっとされてるようなんですけど、要は、うん、時効のストップを図るために、
まあ、1年不払い、さっきも電話がありましたけど、1年払ってない人に対して、今期の2ヶ月分ですね、今だったら2月、3月分払ってもらえれば、過去の分と未来の分は切り分けるのでっていうように回ってるように聞いてますけど、切り分けると要は、過去の受信料は一旦さておいて、あ、そういうことです、ね、2ヶ月分だけまず払ってください、2520円とか、そういう営業に回ってるっていうのは、昨日も今日も直接電話が来てますけどね。それ自体がやっぱり交渉になるんじゃないのかと。そうするとやっぱりあの弁護士法72条に抵触するような行為になるのかな、はい、まあ非常にそこは玉むしろだと思うんですけど、うん、まあね、利息も取らないとかってしてますから、はい、うん、もう少しでも総務省さんも NHK の集金業務の実態というのはお調べになられた方がいいと思いますけどね、はい、仕方ないんでしょうけどね。もう一蓮托生ですからね、総務省さんと NHK さん。調べたら自分たちが今まで何してたって言われるからだと思いますよ。多分あの担当者さんは多分僕初めてですけど、あのこの彼やってるのはね、ずっとこれまで目つぶってきたんですよ。総務省さんもね。あとはだから割増金を取るっていうのはすごくわかるんですけど、その割増金の予算っていうのはどうなってるんですか？割増金の予算はですね、うん、あのこれは、まあ、その個別対応になるので、てか予算なので何件くらいこの割増金によってね、はい、だってこれ総務大臣の意見書じゃないですか、はい、だからいくら今年は割増金取るんだって予算立てをしないと、仮に別に100万でも10万でも300万でもいいんですが、はい、それはあの数字が小さかろうが予算を立てないとね、分からないじゃないですか。予算も立てずに割増金が入ったらそこに決算で計上するということですか？予算ゼロのところに計上することなんですか？はい、あのそのように聞いております。そう考えてる。予算も立てずに割増金ってやるんだ、ずさんですよね。これ国の収入もこうなんですか？国の税収なんかも。すいません、あの国の税収当局ではないのですいません、うん、そこは、まあ、国の税収だって、はい、とりあえず 100% の予算組まないんですかね。まあでも国の税収もそうか、 100% の予算は組まないよね。ただでも国の税収だって 90% でしょ、普通に考える。78% の予算って組まないもん。ただ、5000億円台になったらすごいね、5810億円か、はい、1300億円の年間の予算が減った。ちなみに NHK の職員の人件費っていうのはここ出てないんですけど、それは減ってないんですか？人件費はですね、いや、減る計画だったと思います。 20% ぐらいカットしてあげればいいんじゃない？なぜこんなに不祥事が起こって受信料収入も増えないまま職員の給料が削られないのかと、はい、給料はですね、5.1 億円の減の計画になってございます。いくらからいくらですか？1124.6 億円から、1119.4 億円でございます。ということは 0.5% ぐらいかですよね。その通りです、はい、だから職員が1万人いるわけですから、給料ベースで平均やっぱり1100万円年収になるっていうことですね。それで1万人ともしたら、まあまあまあ、そういうことに。福利厚生はいくらになってますか？福利厚生、ですね、いわゆる退職金とかそういう退職金とかですよね、はい、退職金と厚生費合わせまして、416.9 億円が、391.6 億円で 25.3 億円の減。もう300億円台になったんですね。あ、そうなりますね、はい、まあ、それもだから逆にあの福利厚生なので全部 NHK 職員のために使われるお金なので、まあ、これ足すとだからやっぱり NHK の平均の年収とは言えないけども、 NHK 職員1人を採用するっていうか使うためには1400万から1500万円の受信料を投入しなければならないっていうことは間違いじゃないですよね。それはそうですよね。その福利厚生っていうかそういう退職金とかについては職員の待遇面以外に使えない予算でいいですよね。そうですね、はい、だいぶと減ったけどね。最大の時は1800億円、あの1人1800万円だったんで、はい、
それが今1500万円ぐらいまでは弱までは来たっていうね。ちょっと若返ったのかな。なるほど。それどこ聞いていったけど。サクッと言いました。だって作ってないからそれ。その予算作ってないからかな。ああ、ね、うん、そうそうそうやってたから。やって、どうやって総務大臣騙すかってやってたからね。表向きの予算と裏向きの予算と2つ作ってたから。NHK 職員時代にね。いやー、あしかしね。これ、まだない。あ、いや、大丈夫です。はい。で、この後じゃあ NHK も読んでって感じだね。はい。で、何よりもそれよりも、多分国民の皆さんは例の、もうすでに予算計上されてるけど、ネットでの受信料っていうか、そう、ね、受信料って名前になるのかな、ね、インターネットでの、その収入っていうのはいつからを今見込んでるんですか。ですね、うん、まあ、法律をお認めいただいたら、はい、そこからまあ多分準備が、そうですね、必要なので、はい、少なくともこの来年の予算には入ってないですと、はい、はい、早くてもまあ再来年度以降かなというふうには思っております、はい。そのインターネットの活用業務っていうのは、まあ、オンデマンド延長みたいな感じですかね。あ、そうですね、オンデマンド、まあ、今 NHK プラスでやっているようなその同時配信とか1週間の見逃し配信とか、はい、そういったイメージですね、はい。ただこれ見込みは甘いよね。とにかく言えるのは、さすがに62億円も営業経費を削っておいて支払い率が79から78にしかならないっていうのは相当見込みが甘いのと、あとテレビ離れが進んでる中で契約対象件数がこれ4万件しか減らないってことですよね。1ページ目の。そうそうですね。ですよね。4万件ってことは 0.1% ですよね。いわゆる1000世帯に1世帯がテレビを捨ててチューナーレステレビになる世帯はそんなもんしかないっていう考え方なのよね、これ。しかも世帯自体が減ってるでしょ、国勢調査とかで考えたら。だからそもそもその受信契約の対象総数が、まあ、4991から4987っていうたった4万件しか減らないという見込みも相当何かずさんというか、これ内訳はいわゆるどういういわゆるそのそもそも世帯が減るっていうのとそのテレビをなくすっていう内訳を知りたいわけですね。そういうことやな。あ、もそうですし、うん、下の方もね、個人とその事業者の内訳とか、うん、例えばその 79% から支払い率が 78% っていうのは何の影響でどれぐらい増えて何の影響でどれぐらい減って結果 78% になってるのか、はい、例えば個人がは増えるけど事業者が減るとかなのか、うん、みたいな内訳がなさすぎてさっぱりわからないっていうのは正直な感想なんです。そうですね、まあ、NHK さんとしたら個人の契約率が下がっているので今一生懸命ホテルに対してのまあ、裁判するぞって脅しをやってるのも間違いないです。僕にも情報来ています。その時にだからホテルは今からでいいからとりあえず過去の方がいいです、遡って契約しなくていいですって営業もしてるということで、その辺ちょっとね、できれば実態ちゃんとヒアリングされてこっちに持ってきてほしいぐらいですけどね。まあまあ直接 NHK に聞きますけど、まあでも全体は4万しか下がらないけども受信契約数はこれは37万件減るということでいいんですよね。はい。はい、で、まあ、それは営業経費を削った分だという感じなんでしょうね。おそらくね、62億円も削ったら、それはいくら文書でやったところね、ただこのレベルじゃないと思うけどね。やっぱり NHK の契約って人が来て初めて契約するわけで、手紙が来ました、ネットでね、こう呼びかけをしたところで増えるものではないので、まあ、何よりも今の新規の世帯なんていうのはテレビほぼ持ってないので、それが4万件しか減らないなんていう見込み自体がありえないですよね。これこそ第三者委員会とか使って予算 NHK の受信料に関する収支見込みについてちゃんと
正しいのかどうかをチェックする第三者機関作らった方がいいと思うんだよな。まあでもね、そうは言っても NHK と自民党の向かってくるのかな、ね、自民党だけじゃなくて規制制とかね。まあ、口が酸っぱくなること言っても意味がないので、これまで動いてないので、だから僕が総務大臣になって予算を通さない。で、NHK を通すっていうことなんで、まあなんとか僕の力で総理大臣を作り出してですね、立花が総務大臣になって、この NHK の予算を認めない。確認しますよ。NHK の予算総務大臣が認めなければ潰れますよね。NHK。まあ総務大臣がというか、まあ、国会に承認を受けるっていうことですね。そうですね。でも国会に承認を受ける前に総務大臣がそもそも NHK 予算を出さないっていう権限はあるんですよね。ですね。法律上は総務大臣の意見っていうのがあるんですけど、はい、この意見に潰すべきだって書けばいいわけですよね。まあそういう。そういうことですよね。それで総務大臣としては NHK 予算の否決を求めるでいいんですよ。そういうことですよね。あの論理的にできない、できますよね。だから総務大臣として国民の皆さん、あ、国会議員に対して NHK の収支予算を認めないことによって、NHK を潰すことにご協力くださいということを総務大臣が国会で説明をして、うん、まあ、過半数の国会議員が、あの参議院と衆議院で同意すれば、はい、NHK が潰れるっていうことですよね。はい、いや、それをね、皆さんに知ってもらいたいだけなんですよ。知ってもらいたいというか、それって潰すんで、立花いつ NHK 潰すねみたいなこと言われるんで、あ、そうやって潰しますと。手段が。手段です。はい、明確な。じゃあ、あと、総務省さんこれで OK で、次、じゃあ、NHK さんを呼ぶって感じなんでいいんですかね。いいのかな。はい、あと、調整します。うん、で、法案の方はまた別途。また別途。ですよね。はい、その、また時期予算、あれですよね。はい、はい、すいません、じゃあ OK ですね。はい、はい、すいません、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。